You're listening to Shibuya Cross FM. こんばんは。6月15日アーティスト M のお時間です。キャプテンの太陽次郎です。パッキュン。こんばんは。マネージャーのフォンチーです。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒に番組を盛り上げてくれるキーメロです。よろしくお願いします。お願いします。いやいやいや、めちゃめちゃ暑くなってる6月ですけど、本当に急にびっくりする、今日の番組も盛り上がることを間違いないですね、はい、今日は。それではアーティスト演舞スタート。バッタバタですけど大丈夫ですか。大丈夫です。はい、というわけで、フォンチさんからちょっとですね、はい、今日はちょっとイレギュラーの回なので、はい、最初にちょっとお知らせを。あ、そうなんです。はい、先週ですね、バカコン初めてじゃないか、復帰後初のイベントが終わりまして、はい、そこでちょっと情報解禁されたので、はい、ちょっと発表させていただきたいと思います。はい、9月20日金曜日にですね、うん、オープンが18時半、スタートが19時で、バカコンサードワンマンライブが開催されることになりました。タイトルが空き地でワンマンさせてもらえませんか、かっこ希少というタイトルで、会場がですね、下北沢にありますモザイクというところで、対バン時代に何度かちょっとお邪魔させていただいたんですけど、はいはいはい、今回ちょっと初めてワンマンで、はい、お邪魔させていただくので、ちょっとこの間のイベントで事前にチケットは、うんうん、前売りチケットは販売させていただいたんですけど、はい、ネットでの販売ちょっとまだこれからで、もうソールドですか。もうやまだですソールドだったらいいんですけどね結構この間のイベントより 3,4 倍ぐらい人が入るので、はいはいはい、ちょっと頑張んなきゃいけないなということで、はいはいはい、ちょっと URL はもう少々お待ちくださいということで、はい、ちょっとこのワンマンに向けて新しい物販だったりとかいろんなもの発表されていくので、ちょっとそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、はい、そしてですね、もう一つ、バカコンのレギュラーラジオも決定いたしました。スカイウェーブ FM というところなんですけれど、ウェルカム日常というタイトルで、ウェルカム日常という曲があるんですよ。あー、なるほどねそうなんです。もうそれをそのまま撮ったんですけど、本当になんか日曜日、毎週日曜日の14時に放送されるんですけど、うんうん、7月、7日が初めての、放送になるので、ちょっと毎週日曜日お昼を盛り上げていけたらなと思います。こちらもの SNS の方でいろいろ情報公開されてるので、チェックしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。だからもう週1です。撮影というか収録自体は月1なんですけど、うん、一応放送は毎週っていうので、1日かけて 4,5 本撮りをするというものすごいスケジュール。じゃあもうフォンチーさん週2回、もう週末はもうフォンチーさんのラジオが。あ、そうです、そうです、そうです。なるほど。土日はただ人だ。撮影自体はね、月1なんで、あんまりなんかそんな感覚ないんですけど、うん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 、まあまとめ撮りってやつですね。はいはいはい、ぜひ頑張ってみてください。頑張ります。そして興味がある方はぜひチェック、うん、はい、ワンマンライブと、はい、ラジオですね、はい、よろしくお願いしま す, いします。というわけで、うん、始まります。本日は、うん、リメロ卒業スペシャル、はい、ということで、本日はですね、リメロの卒業スペシャルということで、はい、2023年の2月4日からなので、うん、約1年半1年5ヶ月ぐらい、うんになります。あ、もう経ちました。早いね、はい、早い。だからひめろが19歳で参加していて、そうです、そうです、まだ今もう21歳です。21だよね。あ、そうなんですよ。ちょっと学校でお休みさせていただいてる間に21歳になってしまっていましてそうだお祝いすることもできず、5月19日の会になってました、実は。そうだよね。ということでね、まあなんですが、まあ1年半約
1年半一緒に番組を盛り上げてくれた、はい、姫野が今日で卒業ということになります。まあ、姫野はね、なんだかんだ、まあ、今1年半という話で、はい、仮入部の在籍者の在籍期間でいうと、まあ、普通ぐらいというか、うん、そんなに多いわけではないんですが、うん、仮入部だった期間は短いんですけどね。あ、そうかそうか。なんですが、一人になってからの時間が結構長いので、そうなんですよ。なんか我々としてはなんか結構接してる時間が長いっていうのが、うん、そうですね、てか一人の期間の方が長いぐらいの気持ちも、うん、そうですね。そうですよね。なのでもう仮入部のというよりかはヒーメロという感じのニュアンスで、はい、受けているので、まあ、ちょっとね、ヒーメロが卒業という形になりましたが、うん、はい、ではまず早速最初のコーナーに参りたいと思います。最初のコーナーはですね、クイズ、あの時ヒーメロはこうだった、というわけでですね、約1年5ヶ月、1年半の間でですね、はい、うん、番組の中でヒーメロが言ったことや取った行動をクイズに出題したいと思います。そしてですね、ヒーメロとフォンチさんに今回は答えていただくんですが、はいはい、多く正解した方に、ヒーメロの卒業プレゼントを多く答えた方にプレゼントいたします。私が多く答えたって私がもらうのは、はい、ですね、プレゼントはこちらになります、はい、図書カード。図書カード、図書カード。さらにですね、これね、見てください。ヒーメロがですね、美術館とかが好きということでね、はい、モネの、モネモデルです。モネモデルの、図書カード、5000円分プレゼントいたしますので、すごい、めっちゃ買える、はい、ちゃんとね、ヒーメロがゲットしないとね、本人さんはただただこれを監禁所に持っていくって可能性がありますのでね、本人使わないっていう可能性もあるのでね、使います。というわけでこれをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、まあね、いつぞやみたいにね、卒業の人じゃない人がゲットするっていう回もありましたからね。ゲットしたことありますね。はい、では早速じゃクイズに参りましょう。はい、問題です。あれどこだ、これだ。一番最初に出演した回で、はい、将来の夢がシンガーソングライターであったと、はい、言っていましたね。はい、はい、で同じくシンガーソングライター志望のお嬢がその時いまして、はい、今は入った時はシンガーソングライターだったけど今は何やってるのっていう会話の中でゲーム実況ですっていう話をしたと思うんですね。はい、はい、なのでまあ実際問題いろいろ活動してみたらやってることって変わっていくよねみたいな話の流れでヒーメロ自身が1年後2年後〇〇をやってるかもしれないと言った言葉があります。その〇〇をやっているかもしれないと言ったのは何でしょう。やばい、ヒーメロの初回私じゃないんですよ。あ、そうですね、そうです。でも私アーカイブで追ってたんですよ、はいはいはい、ありがとうございます。だその時にヒーメロが、だからヒーメロがあの時にパッと思いつく職業ですよね。思いつく職業、はいはい、なので、はい、これそうですね、これボードも持ってくればよかったですね。一、ね、人一と回答ずつでいきましょうか。じゃあせーのにしますか。ちょっと、はい、それはちゃんとはっきり職業を言ってました。あ、職業です。え、職業ですか。シンガーソングライターだけど1、はい、年後、あ、まあでも、いわゆる職業ですね。何やってるんですかって言ったら、まあ、何々ですっていう答えるような話、ふわっとしたものじゃないです。お医者さんですみたいな、ふわっとしたものじゃないです、夢を追ってると思いますとかそういうのではないです。あ、ちゃんとした職業を言ってます。なんて言ったの。でも、まあ、ヒントと言えばヒーメロっぽいかもしれないですね。やばい、そんなに当時はへーって感じだったけど接していたら、まあこういうビジョンもあるのかもしれないねという、こういうビジョンところになります。さてどうでしょう、はい、いけますか。分かんない、絶対違うけど、まあ言います。じゃあ、はい、いきますか、うん、せーの。研究者。学校の先生と研究者。研究者、正解は小説家です。あー、それー、そんなこと言うんだっけ、はい、その後に僕が芥川賞とか取ってるかもしれないねっていう話を。いや
しておりました、残念でございます。確かに今のヒメロ知ってたら言いそう、言いそう、はい、残念でございます、ね、私本当に叶えてそうだしそのうちマジか、はい、小説家か、そんなこと言ったんだ。では続いていきましょう。ヒメロのクイズなのに本人答えられないみたいな。そうですよ、続いていきます。ですね、その後、うん、すぐですね、2月18日の放送、めっちゃすぐなんですが、僕タヤキャプテンがですね、実はその日欠席だったんですよ。あー、ありました。で、女子だけの、そうです、レイミさんと、仮入部の、はい、3人での放送だったんですが、欠席だったタヤキャプテンに言いたいことを言うというコーナーで、まあお嬢とてんちゃんは、まあ、その時にもう何年もの付き合いがありましたけど、5回しか会ったことがないと言っているヒーメロが、タヤキャプテンに、言った、言いたいこととは何でしょう。何の悪口言ったかってことです。覚えてる、ヒントを出すとしたら、まあ、僕に対してというか、あの僕に対しての直接なあの文句というわけではないと思うんです。まだそんな、はい、あの、はい、ですもんね。でだからどちらかというと、あの仮入部の備品に関するものですね。え、備品？はい、ちょっと思ってたのと違った。はい、ちなみにお嬢 は話が長いっていう。あ、そう、それはなんか覚えてる。うんうんうん、あ、じゃあこれかな。こう備品に関する問題ですね。はい、わかります、はいはい、では行きましょう。せーの、台本の誤字が多い。台本の誤字が多い。ペンをちゃんと出るやつ持ってきてください。それ誰かが言ってた気がするんだよ。はいはいはい、なんかその時ヒーメロのメロってひらがななんですよ。だけどなんかカタカナになってるみたいなことを言った気がします。正解いきますか。はい、正解は制服がほつれているって全然違うじゃん。嘘でしょ、本人。制服がほつれてるんですよっていうのと、あとこれはね、ちょっとね、ちょっとあのタイミング的に申し訳なかったんですけどね、あのヒーメロのベルトだけなぜか細いっていう問題があります。そう、そうなんですよ。私からだけ後から用意したから、みんなと違うやつだったんですよね。そういうことか。サイズが合ってなんか、そう、ベルトが細くて全然止まらないっていう言いました。意外と覚えてないもんだな、見てるけど。うんうんうん、じゃあ続いて、じゃあこれはね、はい、ヒーメロ分かるんじゃないかなと思います。そろそろ当てないと、ね、はい、やばいです、はい、ちょっと当てたいな私も。2023年8月5日の放送で話した内容で、はい、まあ、夏休みについてみたいな話をしていたんですが、まあヒーメロ家のなんか掟みたいなので、夏休みの宿題を、まあ、なんか結構夏休み期間中の早めに終わらせなきゃいけないという、はい、あの起きてみたいなものがあって、それが守られない場合旅行がなくなってしまうというものがあるんですけど、まあ一回ね、妹さんのせいで本当に旅行がなくなってしまったというのがあるんですが、それを回避するために、妹さん弟さんに対して、宿題をやらせるためにヒーメロが取っている行動があるという。やばい、全然覚えてない、はい、それは何でしょうという。え、取っている行動ですか。取っている行動というか対策ですね。あ、これをして二人がをこう宿題を早く終わらせるためにこういうことをしてますという。はいはいはい、これはもうやってるからいけます、多分。でも何個かあるから、どれ言ったのかな。うろ覚え、これかなってのはあります。あ、いきますか。では行きましょうか、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ行きます。せーの、携帯などの募集。あー、あ、そう、ほぼ2人正解だけど、はい、まあ携帯ではなかったんだよね。だゲーム機とテレビのリモコンを隠す。隠す。ホンチーさんちょっと惜しかったですけどね。惜しかったですけど、まあホンチーさん三角としたらヒーメロが丸という形なので、まあ、そうですよね。じゃあ1ポイントということで、やっと、はい、やっと、やっとですね。では続いていきましょう。惜しい。じゃあこれいきますかね、うん、2023年、うんうん、去年、これはですね、サイコロを振って、うん、そのお題を、話すという
コーナー、これ、実は本日さんの回ではないんですけど、私の回めっちゃ多い、はい、美味しかったものというあのサイコロが出て、ヒーメロが、その2023年12月23日に美味しかったものとして挙げたものは何でしょう。わかんないよ、わからんな。これもうヒントは、はい、2023年の12月23日にこの話をしているということです。クリスマス間近ってことですか。まあ、クリスマスもありますし、冬、2023年の12月というか2023年というところがまあミソですね。2023年がポイントなんですか。はい、2023年ということはヒーメロがどういう状態だったかというところで。どういう状態。あ、わかった。言ったかも、ピンとこない。言ったかも、はい、23年。もうさっきこのまでの会話でもヒントがありました。確かに。え、はい、今までの今日の会話でもヒントがあります。言った気がする。食べ物。はい、食べ物というか、まあ、美味しかったものです。え、言った今日。はい。まあ、ズバリは言ってないですけど。ズバリは言ってないけど。え、では、いきますか。はい、いきます。せーの。お酒。え、ローストビーフ。お酒。正解はお酒でございます。やったー。21は年齢の話だ、はい、そうなんですよ。お酒というとね、はい、でしかもね、こう夜弟さん妹さんが寝た後にお母さんと二人で飲むお酒という、そう、最近、最近その渋って反応もメンバーにされてた。早くねっていう。確かに。最近バイト忙しいのみたいな話を。あ、そうなんですよ。そうそう、やっぱ二人がいるとゆっくり喋る時間がないから。まあ、確かにね。よし、じゃあ、2ポイント、2ポイントですね。でもお時間もそろそろになってきてるので、じゃあ最後の問題プラス5ポイントってやつですか。あ、おじゃあそれでいきましょう。え、いきます。え、次最後ですか。あと、じゃああと2問にしましょうか。あ、じゃあ2問、はい、はい、ではですね、これでいきましょう。絶対当てるぞ。2023年、はい、7月1日に放送した回で言っていました、はい、上半期が終わり、残り下半期、うん、その下半期の間にやっておきたいことトップ3というものを発表した回がありまして、はい、そこでヒーメロが挙げたのが1位がルービックキューブ。あ、そうですね、それが問題になるのかと思った、はい、違いますよ。これもわかりました。で、2位が探偵ガリレオを読む。それかと思った。さて、3位は何だったでしょうか。ちなみにルービックキューブを達成してガリレオも読みました。お、ちゃんと達成してる。そう、でも3位が覚えてない、本当に。でもこれも結構常日頃から言っていましたし、これ何だったら、これヒント1個出すとしたら、まあこれでも言い過ぎかな。ちょっとズバリ言っちゃうと、ヒント上げすぎなんで、はい、これが結構話題になったのは、ヒーメロが加入した 1,2 週間ぐらいの時はすごい、この話はちょっとタイムリーで話題になりました。またいない時、え、タイム、あ、わかったかも。あ、わかった。いや、でもどれだ、わかったけど。もう1個しか思いつかないです。でも割と多分企画でもやってますよね、うん、やってます。ポンチさんがいる時もやってます、うん、あ、ヒーメロといえばの中の一つではあります。そうです、そうです。え、じゃあ私が持ってるやつ合ってるかな。じゃあ行きましょうか、はい、行きます。せーの、世界小説家一級。待ってください。待ってください。ポンチさん何て言いました。短編小説書く。あ、短編小説を書く。うん、あ、はいはいはい、いっぱい読んでるから書く側。ヒーメロが世界遺産検定1級を取る。言ってたかも。正解は世界遺産検定1級を取る。やったー。そう言われれば、言ってた、言ってた。それは達成できていませんね。2級まで取りました。じゃああとちょっとだ。了解です。じゃあちょっとお時間もあれなんで、最後の問題、はい、これはもう当てずっぽなんでサクッといっちゃいましょう、はい、2023年、9月30日お嬢と天山の卒業スペシャルで、お嬢のやりたかったゲームでサイコロ当てゲームをした際、はい、ヒーメロが空気を読まずピタリ賞を当てました。すいません。さて、その時に出た才の目は赤何白何だったでしょう。何それ。なんだっけ。もうこれはもう覚えてないと思うんで、はいはい、当てずっぽうで、はい、赤何白何で答えてください。はい、
はい、いいですか、はい、せーの、赤1白5、赤1白6、赤1白5。あ、正解は赤1は合ってますね。赤1白3でございます。3か、なんか赤1はね、覚えてるよね。はい、というわけで、クイズ、あ、そうですね、まずヒーメロが2ポイントということなので、はい、こちらプレゼントをちゃんとゲットしました。これで本を読んでください。ありがとうございます、めっちゃ読みます。はい、いっぱい買える。というわけで以上、クイズあの時ヒーメロはこうだったのコーナーでした。はい、はい、それではここで1曲お聴きください。ライミーさんでないしかない。ないしかない、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 人望ない、愛されていない、そもそも興味を持たれてない、ないしか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 ない、育児がないつまらない、味わいたい食らうどんない、きっと僕は慣れないブリキ、いつしか飛ばない、日にいらない虫に胸つき八丁、水鏡場で広げて思わせたい、置けない隅に未だに小馬表には刻まれない、手合わせたってないがしろ、辛くてしんどく惨めで苦しい、恥ずかしいレシート裏解体書かとかまないのに、ほぞかむらっと平然でも誇バスターゴ、どのマスカット選ぶか、ヘイメスしかとされてとどまるハンモ、片隅にいる人のバースデー、頭をチョイスにためらいない、彼も時間もないことないけど、用途がないから開けない、ない、ないしか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 ない、ビアード剃るのか伸ばすのか、こだわりないから決められない、ないしか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 ない、素直じゃない、嫌われたくない、味わいたいこのラウドナイト、電子クリングもワスタビス。教えてひーめろ先生、ザ・ファイナル、2人に紹介したい素晴らしき音楽誌。イエーイ、ということで、いや、ついにファイナルか。ファイナルでございますよ。いろいろ教えてもらったな。というわけで今回は何を紹介してくれるでしょうか。はい、うん、はい、まあ、音楽史っていう風に話されたんですけど、うんうん、まあ、この最後にこの電波を使って何を広められるかなと思って、私はオペラにしました。言ってるもんね、はい、オペラね。そうなんです、私やっぱオペラ大好きなんで、ちょっと、うん、まあ、敷居がね高いとか言われてるので、うん、まあ、ぜひそのイメージを払拭して今日は帰りたいと思います。ではまあちょっとオペラクイズって感じで、クイズを出しながら、まあ、あの先生するよっていう感じの形式にしたいと思います。はい、ではない1問、まあ、オペラ海外の、ね、ものなので、結構日本が舞台となるイメージないと思いますが、うんうん、プッチーニという有名な作曲家のオペラで日本が舞台となっている作品が一つあります。その作品の題名は何でしょう。題名当てられる、プッチーニ。はい、あ、でも、多分聞いたことあるとは思います、その題名言ったら。へー、え、ないかな。何もピンとこない。オペラで日本が、オペラで日本が舞台となっているオペラです。地名とか、じゃあ、なんとか夫人。あー、なんとか夫人、分かった分かった、あ、いきますか。え、だってもう、分かる、あれ違うのかな。あ、どうすればいいですか。せーので言った方がいいですか、一応。せーのでいい、せーのも何も全然ピンときてない。じゃあ、たやさん答えちゃいましょう。はい、じゃあ、たやさん代表で、はい、蝶々夫人じゃない。正解です。そうです、蝶々夫人、はい、これ実は日本が舞台となってるオペラでして、あの、まあ、浅田真央さんとかがスケートでね、うん、この曲使って滑ったりとかもしています、うんうんうん、で、まあ、ちょっ と、あらすじを言います と、アメリカの、まあ、海軍の騎士のピンカートンという人が現地妻として蝶々さんと結婚するんですね、うんうん、なんですけど、まあ、普通に結婚した後アメリカに戻っちゃって、そのアメリカでも奥さんをもらうという、うん、まあ、とんでもない人でしてで、まあ、蝶々夫人はそのピンカートン大好きなので、うん、もうずっともう3年以上とか待っているんですよ。で、実はピンカートンとの子供も育てているんですね。なんですけど、ピンカートンはあのアメリカの本当の妻を連れて今度蝶々さんのところに遊びに行くねとかいう手紙を出すんですよ、夫人に。で、まあ、それを、まあ、出して、でもその仲介人の人がこんな手紙蝶々さんに渡せないよって言って、まあ捨てちゃうんです。なんですけど、まあ、結局ピンカートンはその奥さんを連れて蝶々夫人の前に現れて、まあ、夫人はあの悲しくて自殺しちゃうという話なんですね。
もちろん、ちなみに町長って町の長じゃないよ。あの町長の長です。そうそう。それはわかります。町の長じゃないよ。さすがに町長と夫人じゃない。違う。それはさすがにわかります。というので、まあ、結構日本舞台が、珍しくて、海外の人があの日本 の女性の黒髪にしてあの 着物着てあの演じるのが結構面白いというふうに話題になったりもしています。なるほど。はい、では第2問、はい、オペラカルメン聞いたことありますか？はいはい、聞いたことある。まあ、前奏曲とかハバネラとか、闘牛士の歌とか、まあ、何でも結構有名な曲あるんですけど、はい、こちらカルメン何語のオペラでしょう？これはもう当てずっぽうでも当たるんで。当てずっぽうで当たる？カルメン。これを2択。カルメン何語？二択。カルメンは何語のオペラでしょう？二択なんですけど。私一択です。じゃあ、違うかな。せーので言います。せーので言いましょう。せーの。イタリア。あ、スペインで。イタリア。イタリア。正解は。フランスです。全然違う。全然違う。たやさんは何で悩んでたんですか？ポルトガルかスペインのどっちかなっていう。なるほど、うん、確かに。たやさんもでもちょっと惜しくて、はい、カルメンの舞台自体、そのお話の舞台自体はスペインなんですよ。そうなんですけど、あのこちらフランス語のオペラになってまして、まああのオペラっていうのは発祥がイタリアなんですね、まず、うんうん、でその後、ベートーベンのが作ったりとかしてドイツに広まって、でフランスに広まってって感じなので、基本的にこの3つの言葉で書かれてますね。そうなんですよ。なので、まあ、よくなんかあのオペラとか見に行って、ちょっと英語だから何言ってるか分かんないっていう人いるんですけど、英語のオペラないのでほとんど。なるほど。だから英語って言っちゃダメですよっていうのを。なるほど、なるほど、はい、言いたくて出しました。で、そうなんです。今でもない英語の。ああ、まあ、作られてはいるんですけど、基本的に、まあ、そんなに有名になっていないっていうのもありますし、日本で上映されてるのはほとんどもうイタリア語になりますね。もうそうなんですよ。完全にイタリアが強いので、結構イタリアがメインということになっております。で、まあ、このカルメンの話も、まあ、面白くて、まあ、カルメンっていうすごい美女の人があの男性たちを誘惑しているんですよ、うん、で、まあ、ある日、まあ、ちょっとカルメンが喧嘩をして捕まってしまうんですけど、まあ、そこで捕まえられたそのホセというその徴兵を誘惑してあの解放してもらうんですね、うん、そしたらまあ今度はホセが捕まるんですよ。当たり前ですけど逃がしちゃったんで、うん、捕まって、で、まあ、牢屋から出てきた後カルメンに告白するんですね、うん、もう好きだからって言うんですけど、カルメンはだったら徴兵とかやめて軍とかを捨てて全部を捨てて私のところへ来いって言って、まあ、来させるんですよ、うん、で、まあ、2人はまあ恋仲になるんですけど、カルメンは生まれがあんまり良い生まれではないんですね、うん、だからなんかそれを知ったホセがあのカルメン、え、なんだよみたいな残念がっちゃうんですよ。あ、そしたらカルメンがあの、え、こんなことで嫌いになるのかよお前みたいな感じで切れて、あのエスカミーリョっていうまた違う男性と、まあ、カルメンはもうそっちに行ってしまうんですよ。で、2人がなんか結婚しますみたいな宣言した日に、あのホセが現れて、俺と復縁しろって言って、カルメンはあんたと復縁するぐらいなら私ここで死ぬわって言って、ホセがカルメンを殺しちゃうっていうお話なんですね。なるほど。はい、というお話になっております。オペラの話って怖いですね。そうなんです。結構やっぱ悲劇、喜劇。そうですね。まあ、貴族の方が日常つまんないなって中でこうスペクタルな感じを求めて作ってもらってるっていうのもあるので、こういうお話になっております。なんかそのカルメンがスペインだっていうのは分かってたんで、そう。ただスペインだったかポルトガルだったかの、あれが分からなかったけど、そっか、言語はもうその3つしかない、ね、そうなんです。そうなんですよってことになります。なるほ ど,、はい、なるほど。では最終問題です。第3問、まあ、イタリア、フランスと紹介してきましたので、うん、最後はドイツの作曲家ですね、うん、もうドイツの作曲家といえばもうワーグナーという作曲家も大変有名でして、はいはいはい、まあ、その中でもニーベルングの指輪という、うん、作品があるんですが、こちらもちょっと長めの作品となっております。上映時間は何時間でしょう？問題に出すぐらいでしょう。はい、いや、なんかこれ俺聞いたことあるな。全然だけど今パッと出てこない。でもそんなあの50時間とかではないです。ちょっと先に言っちゃいますけど、はい、うんうん、でも長いんでしょう。まあ、ちょっと長めですね。これはすごいリアルなとこ行こう、はい。あ、いいですね、はい。あ、そうですよね。通常どれぐらいっていうのも聞かない方がいいってことね。あ、そうですね。まあ、じゃあ後で通常とか言いますけど、はい、うんうんうん、
ワグナー。そっか、オペラの通常があるのか。そうですね、確かに。それもどんなのか。オペラの通常聞いちゃったら答え分かっちゃうか。まあ、ちょっと分かっちゃうかな。相場が分かっちゃうかな。オペラ見たことないか、オペラの通常がまずわかんない、うんうん、映画の2時間でも結構長いじゃないですか、うんうん、確かに。でも舞台とかって考えて、ミュージカルとかっていう風な感覚で、まあ、だとまあ3時間とかよくありますよね、うん、3時間半休憩挟んでとか、うんうんうん、って考えたらオペラでしょ。はい、あ、じゃあ私ちょっとリアルなとこ、はい、いけますか。じゃあ2人でお願いします、はい、せーの、6時間半4時間15分なんて言いました。6時間半、はい、4時間15分。4時間15分刻む。おー、では正解は15時間です。15時間。え、それは無理だ。ショーに分かれてるの。これはですね、もうあの1日で上映できないということで4日間にわたり上映されます。むずくない？スケジュール4日間取んなきゃいけないんでしょう。そういうことです。そう、ね、だからやべ、ちょっと2日目だけ行けないってなったら、もう3日目行ったらあ、なんか知らない。めっちゃ進んでるね。そう、結構激ムズだよね。そうってなるっていう。そうなんですよ、これ4日間オペラなってます。で、まあそのさっきの相場の話なんですけど、多分カルメンとか蝶々夫人は3時間前後ですね。だいたいオペラは休憩も挟んで2時間半から3時間半が多いんですけど、うん、ワーグナーはそもそもが長くて、このニーベルングの指輪に限らず5時間半とか6時間とかの作品も結構あるんですよ、うんうんうん、そう、なのでまあワーグナーは長いっていうことですね。僕もなんかそのミュージカルみたいな雰囲気のものだなと思ってたので、だいたい2時間半ぐらいじゃないですか。そうですね、そう、だからそれぐらいが相場だろうと思って、はい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 、まあ、倍はいか、倍言ったら、うん、演者が怒るかなと思ってなんで5時間半ぐらいですけど、まあ、15時間でも4日間に分けてってことですもんね。そうです、4日間に分けてます。だから、3時間半とかぐらいで、そうです、まあ、今上映するってなったら多分1日4時間とか3時間半とかなんですけど、まあ、当時はその幕間劇って言って休憩の時間にもその劇をやっていたりとかしたので、だからもう やばいことになっていましたね。まあ、だから4日間スケジュール取れない人が見るようなもんじゃない。そういうことですよね。まあ、でも本当そういうことだったんだと思います、当時は。4日間取れたとてだけどな。え、じゃない。なんかそもそも次の日に行くっていうのがもうなんかもう忘れちゃったり、昨日のやつ。ツアーよ、ツアーよ。そうですよね。そう、これもなんか結構スケールも壮大で、ニーベルングの指輪っていうその指輪をめぐって地上の人と天上の巨人と神がこう争って川を壊してみたいな感じの情報量いっぱいのやつだ。そうなんですよ。ニーベルングだから多分北欧の神話とかの、あ、まあ、そうです、そうです、そうですになるので、結構そうですね。でもドイツのなんか作曲家って言ったら多分ベートーベンとかが先に思い浮かぶと思うんですけど、うんうん、やっぱオペラって言ったらもうワーグナーってなりますね。はあ、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ということで、オペラ意外と楽しいので、はい、ね、ぜひ行ってみてください。奥が深いよ。というわけで、教えてヒーメロ先生、はい、ザ・ファイナル、2人に紹介したい素晴らしきオペラの世界でした。はい、ここで1曲お聴きください。荒毛本次さんでエコー。思い出を見よう。イエーイ。はい、というわけでですね、もう番組も後半になってきてしまいましたが、ここでですね、ヒーメロが番組に参加してから1年半、はい、約1年半、いろいろな思い出があると思いますが、
その映像をですねまとめてきましたので、ありがとうございます。一緒に見て思い出にしたりたいと思います。恥ずかしい。だからホンチさんは、スタートの時は いなかったいなかったんですね、うん、1ヶ月2ヶ月後ぐらいか、1ヶ月後ぐらいかかな。ホンチ、いや、そうですね、私が入った時からあの卒業が始まって、そうだそうだで、ホンチさんにお会いしたので1ヶ月後ですね。そうだよね。なのでさ、だから本当の最初はあれかもしれない。そうですね、はい、じゃあ準備は大丈夫でしょうかね。はい、じゃあ動画の方お願いします。お願いします。どれくらいの距離を僕はここまで進んでこれたのかな。阿部ひいろです。あまり少しだけ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでいろいろ聞いていきましょう。 振り返ったりするこの街に戻ってくるといろんなこと浮かんでくる。かつて信じたはずの自分は今ここにいるのかなって。あれからいくつかの季節が過ぎて出会いと別れを繰り返してすれ違う人波に流されそうになったけど、でもここでまた思い出せたよ。あの頃の気持ちよみがえったよ。消えかけた夢がまた鮮やかに見えてる。やり直せるよこの場所へ。思い出はいつまでも綺麗だけど、本当に輝いてて欲しいのは今だから。いくつかの季節が過ぎて出会いと別れを繰り返してすれ違う人波に流されそうになったけど、でもここでまた思い出せたよ。あの頃の気持ちよみがえったよ。消えかけた夢がまた鮮やかに見えてる。やり直せるよ。もう一度。はい、というわけで1年半の映像を、まあ、バッドですけど、はい、曲に合わせて聞いてもらいましたが、はい、いつも思うんですけど、はい、仮入部こう卒業するたびにこうやってたやさんが、うん、あの映像を編集するじゃないですか、はいはいはい、あ、みんなの本名ってこうだったなって、まず阿部、ね、黄色だったな、阿部、ね、だったなって思ってずっとヒーメロヒーメロって言ってるから、そう、なんかいつも卒業会の時に、あ、みんなの本名これだったってまず思い出すっていう。確かに。そうですね、阿部感ないよね。阿部感ないです。ないよね。
まあでも本当いろいろなね、あの1年半でやっていただいて、だ本当にだから一番なんか1年半だけれども、うん、番組がいろいろガッチャ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 色変わるそう、まあ、まず最初は、うん、MC 3人の MC の方が交代制の、そうなんですね、本当に一番最後の時に入って、うん、一応調べましたら、2月なので、はい、なんですかね、皆さんとは2回お会いしてます。あ、そうそう、初めまして で、その次の週にさようならだったの。次の回ですね。あ、そうそう、まあでもほぼ知らない人見送ってるみたいな感じだよね。っていう感じで、まあレイミさんだけはそのまま残ってっていう形になって、まあ、そうですね、で4月からフォンチさんが戻ってきます。そうですそうです。でそこからフォンチさんとレイミさんこう交代が、でレイミさんが今度卒業になって。はい、で仮にあのまあその前か、その前に仮に言えばまずプロジェクトが終わる。まず2人が卒業して、ソウルに座り、カリニウムが終わり、はい、ただのヒーメロとして番組に参加してもらい、テレビさんが卒業して、はい、で3人で番組やってっていう感じになっていきましたが、まあなかなかねこう、うんうん、結構ヒーメロが最初の頃とだいぶ変わったなと、そうですね、雰囲気も垢抜けた、やっぱり確かに1年半でめっちゃ緊張してましたね、めっちゃガチガチ怖ばってたね、顔、なんか私緊張するとめっちゃまばたきしちゃうんですけど、うん、最初の方のアーカイブとか見たらもうすんごいまばたきしてて、そうお母さんにも言われました、めっちゃまばたきしてるって、やっぱ緊張してたんだ、緊張してましたね多分、はいはいはい、まあ、あとはなんかこうなんか髪型とか全然髪色もいろいろ意外とやってたね、いろいろやりましたね、うん、表情も全然最初の頃とは全然違う、違う感じで、確かに変わりましたでもなんかちょっと今楽屋でふわっとしたら、はい、まあ女の子にこういうこと言うのはあれですけど、はい、なんか結構あそう体型も変わったって一番多分皆さんあんまりお気づきじゃないかもしれないですけど、一番変わったの体重で、私入る時と今現在で8キロ痩せてます、全然8キロ痩せたら結構人って変わるのに、なんかヒーメロって別に最初から太ってるイメージもないし、うんうん言ったら痩せてるイメージもない、なんかちゃんとキープしてるイメージ、うん、だから多分8キロって聞いて意外だった、そうなんですよ、顔につきづらいからなのか、うんうん、何なのか分かんないんですけど、顔はあんまり変わってないって感じ、そう顔はあんま変わってないと思ってて、まあ若干多分痩せてますけど、はいはいはい、そうでも8キロ痩せたんですよ、8キロって結構だよそれもあってちょっと垢抜けた雰囲気になったのかな、まあ、それあるかもしれないですね、ということでちょっと思い出を見てもらいました、はい、ということで、はい、以上ヒーメロの思い出を見ようのコーナーでした。息を音に変える、音を声に変える、声を歌に変える、歌は思い出に変わる、そして思い出はまた歌になる。音楽を作るのは空気と心の振動だ。人生に震えるような感動を何度でも。アルファエンタープライズ。どれくらいの距離を。はい、というわけで番組もエンディングです。ここで番組からのお知らせです。アーティスト演舞では番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、次戦打線は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト演舞、もしくは a-ouenbu.com で検索してください。よろしくお願いします、はい、そして、本日最後のショールーム配信もあります、ストリーミングサービスショールームから、アーティスト演舞楽屋トークと検索してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけでもう残りがあと5分ぐらいになってきましたが、はい、井村さん、じゃあここで、はい、見て今まで見た方、見てくれた方に一言メッセージをいただけたらなと思います、はい、1年半ぐらいですね、皆さん本当にありがとうございました。私も入る前は今もう見返して特に思ったんですけど、結構まあ人前で喋ることにあんまり慣れてなくて、それこそなんかヒーメロ先生とか
できる状態の人では多分なかったと思うんですけど、このラジオを通じていろいろ喋ることの楽しさとかを発見することもできたし、自分がこういうこと得意なんだなっていうのもたくさん知ることができて、自分の好きなものもたくさん発信できてすごく楽しかったです。今後はちょっと勉学にちょっと集中しますというか、まあ、主な理由が結構土曜日に、ね、そうなんですよ、学校があるのでっていうことなので、今3年生なので3年生4年生と勉強に集中して、頑張っていきたいと思います。1年半ありがとうございました。はい、イメロお疲れ様、ありがとうございます、ありがとうございます。撮影タイム。はい、というわけなんです、まあ、ほんとね、こうヒーメロはカリニウムの中で、まあ、歴代カリニウムの中でと言っていいぐらいなんかこう、こういうの企画どうみたいなことを投げたときにしっかりやってきてくれる。いいのか。比較的ね、カリニウムのメンバーはめちゃめちゃこっちが9準備しても、うん、残りの1を埋めてくれないメンバーも結構多かったんですけど、いや、ヒーメロは逆にもう 1,2 ぐらいのこういう企画なんだけどどうかなって言ったら全部こう文章とかもまとめてきてくれるし、しかもヒーメロ先生とか特にそうですね。そう、しかもすごい面白いことをやってくれる、だから最初の頃はヒーメロ先生もね、そうそうそう、結構僕の方でもこういうのをやってみ、こういう話とかしてみたらみたいな話を、そう、結構そうヒーメロ先生って言ってましたけど、田谷さんが結構考えてくださってたんですよね。そうそうそう、けどもう途中からこれもうヒーメロ多分なんかお題出したらできちゃうよねっていう感じになって、そう、これがね番組制作にめちゃめちゃ助かってますね。いや、本当にこのヒーメロ先生のコーナーはもうめちゃくちゃ楽しかったので、なんか これだけはやりたいぐらいなんですけどね。ヒーメロ先生だけあれかな、動画で入れるかな。今週のって今週のヒーメロ先生だけで。いや、でも、いやでもなんか本当に様々なのでまあだからポンチーさんもね、ある意味この交代制の時もあったりとか、その最初の頃はいなかったりとかで、はい、接してる、なんだろう、時間自体は短いかもしれないけど、なんかヒーメンが一人の時に結構一緒にやってるから、そ、ね、多分その接してる時間っていう、ヒーメン個人と接してる時間だと、多分結構濃い感じです、ね、長いですね。特にやっぱ最後の方のお嬢てんちゃんヒーメロっていうのは、特に私がカリニウムの歴代、まあ、アイタもそうですけど、歴代のカリニウムの中に特に絡みが濃いように、うんうんうん、なのでより思い出、アミティもか、アミティ忘れてた、ごめんね。アミティはいたわ、そういえば生意気のアミティいたわ。まあ、でも彼女も頑張ってますからね。5人は特にやっぱ濃厚な絡みが多かったので、なんかそっか、さっき映像見てて歴代15人いて、まあ、全員送ったわけではないですけど、うんうん、ついに最後の一人を送ることになるのかと、なんかやっぱ感慨深いなって思うこともあったりとかして、でもなんかヒーメロは年離れてますけど結構真面目な話がめちゃめちゃできる、やっぱしっかりしてるんで、でやっぱヒーメロ の教えてヒーメロ先生が生まれたきっかけな、多分私がプレゼン力がめちゃめちゃあるんで、多分ヒーメロに言ったことによってなぜかなんかレギュラーコーナーみたいな、毎週準備するのすごい大変で申し訳ないなと思ったんですけど、でもそれぐらい本当にやっぱ子供、言葉の組み立て方とかもすごい上手いし、選び方も上手いし、ちょっと年下ながら尊敬する部分とかもあって、その辺はちょっと歴代のカリニウムにはなかったことだった。歴代のカリニウムと歴代の MC にもなかったから。そうですね、あとはこうお嬢の炎上に対するこう鋼の心ぐらいですかね。あと尊敬できるところで言ったら、まあ嘘ですけど、それぞれにいいとこいっぱいあるんですけど、ヒーメロ特にそこをすごく感じたので、うんうんうん、これからもヒーメロらしく頑張ってほしいなって思います。ありがとうございます。いやー、まあね、ヒーメロはちょっと、まあ、一旦こう勉学の方でね、はい、はい、学業を優先するときに、学業頑張って学業ね、頑張ります。そうね、卒業しなきゃいけないもんね。そうです、まあ、とりあえず卒業します。、はい、というわけで本当に、まあ、最後になりますけど、時間ももう迫ってるということで、はい、じゃあ
お別れのお時間です。それでは皆さんはヒメロに言ってもらおうか。そうだね、はい、そうですね、せっかくなんで、はい、これを EV ですかね、はい、うん、はい、では話は尽きませんがそろそろお別れのお時間ですね。それでは皆さんまた来週、バイバーイ。ヒメロ1年半ありがとう。ありがとうございます。鮮やかに見えてる、やり直せるよ、もう一度言いたい放題で笑い合って駆け回ってた日々には